はい、皆さんこんにちは、まちこです。皆さんに、やっとご紹介できる日がやってきました。じゃーん。はい、こちらがですね、私が、引っ越しをして、ペットたちのお部屋にしようと考えている場所なんですけども、まだね、エアコンがついてないんですよ。はい、こちらがね、お部屋の角にコンセントがねついてるんですけど、エアコンの穴がないということで、まだねエアコンがついておりません。なので今とっても暑いです。はい、で、カーテンをねつけました。はい、今回はこんな感じの柄付きのカーテンにしたんですけども、今部屋の中はですねこんな感じで、ペットのものを、この部屋に置いてあるという感じですね。新しいケージも購入しました。前からね私が欲しかったケージなんですけども、まだねそちらもセッティングしておりません。チャームさんでまとめ買いしたものを、ここにちょっと置いてます。はい、こっちにもね置いてあって、使ってなかったサークルとかですねここに置いて、余ってるケージですね。あとこちら無印のパイン材折りたたみデスクとかそんな感じだったと思うんですけど、それのローテーブルっていうものがね売られていたんで Amazon でねポチりました。こちらの高さがねちょうどいいんじゃないかなと思って、この上にケージ乗せるとお世話が楽になると思うんですよね。で、あとこちらハーモニークリアサークル、これはですね有名な YouTuber さん、紅茶さんですね。紅茶さんの部屋にねこれがモルモットの、モル広場の周りにね置いてあったのを見て、うわこれ欲しいと思ってとりあえず2つ購入してみました。1つだとこれくらいのね大きさ、ハムスターを遊ばせるにはちょうどいいかなっていう感じなんですけど、モルちゃんをね遊ばせるにはちょっと狭いかなっていう感じですね。あとチャームさんでねこのうさちゃんのトイレの砂安かったんで6個、お一人様6個までだったんで6個購入したものとかで置いてあります。ペットはどこに行ったのっていう感じなんですけど、ペットたちはですねリビングの方に今仮住まいで住んでもらってます。だいたい6畳ぐらいの部屋なんですけど、まあ、ここにね、はい、ペットたちを、エアコンをつけてからペットたちを連れて行きたいと思います。ちなみに昨日ヨドバシカメラに行ったらですねエアコンの設置若干ちょっとね、穴が開いてない場合の設置について少しね面倒くさくなっていたというか、それをお話ししたいと思います。はい、ちょっと上に着てたパーカーをね脱ぎました。暑い、めちゃくちゃ暑い。やっぱねエアコンないのと、2階の部屋ってね夕方暑くなりますね。今夕方なんですけど、赤いのを着てたのは白飛びするから着てたんですけど、やっぱ白飛びするね。はい、ちょっと部屋に物がなさすぎてね白飛びしちゃうんでしょうね。はい、これ着るとはっきりするので、はい、行きます。暑い。はい、穴を開ける工事の際に、アスベストが使われているかいないかっていう検査を、しないと穴が開けられなくなったそうで、賃貸の場合は、管理会社さんにその承諾を得ないといけないみたいですね。はい、でアスベストが使われていた際は、穴を開ける人のね健康を守るために防護服を着るための費用がかかるそうです。一応検査が3,000円、防護服の値段が1万円だったかな。はい、ま
個人的にはね、3000円で検査できるの安いと思ったんですよそんな安くできるんだと思って、はい、ね、なんかもっと言ったら、じゃあアスベストが使われてたところに穴を開けたっていうことは、それを処分するお金もね、別途かかるのかななんて思ったんですけど、まあその辺は言ってなかったですね。はい、こんな感じでですね、エアコンがないだけで全然この部屋使えてないんですよもったいない、隣にね、パソコンの部屋、寝室、物置になるかなっていう部屋があるんですけど、2階全室エアコンがまだついてないので、今ね、1階で暮らしてる感じです。なので前の家、今日引き払ってきたんですけど、前の家今大して変わらないような状況なんで、1階がね結構ゴミゴミしてるんで、なんとかねエアコンを買って、はい、ペットの部屋を完成させて動画を撮っていきたいと思います、はい、で今回エアコン買ったエアコンがここにつけられないということで、パソコンをする部屋にねつけてもらうことにしました。なので一時的にパソコンの部屋として使おうと思ってる部屋にペットたちを動かす可能性もあるので、今日ですね、プラダンを部屋の壁にね貼っていこうっていう、そういう作業をしようかなと思ったんですけど、もしかしたら別の部屋にペットを連れていくかもしれないので、エアコンがね揃うまで全部屋、それをちゃんと決めてから、プラダンをいきたいと思います。はい、こういうやつですね。ちょっと大きすぎてですね、微妙に映るかわかんないんですけど、こういったねものを壁に貼って、まあ、モルちゃんだけだったらそんなに気にしなくてもいいと思うんですけど、うちウサギちゃんがいるんでね、オスのウサギちゃんスプレー行為といって、おしっこをまき散らすんで、こういうのでね一応ガードしてても若干壁が汚れてしまうんですけども、今日ね退去の際ねやっぱクロスの張り替えがあったんで、はい、まあ、ペットちゃんたちをね置く前にこういったものをね準備できたら、まあ、ペット置いてからでも全然用の、養生じゃないプラダンね貼っていけると思うので、はい、次はあれをね設置する動画をね撮れたらいいかなと思っております。それでは、取り急ぎ、私は引っ越しましたということで、ムッチコの部屋これからねだんだん出来上がっていくと思いますので、皆さんご期待くださいよくわかんない、はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。